日本をかっこよくはい結び大学です、えー、本日は非常に危険なゲストを招いしております <laughs>、えー、及川幸久さんですよろしくお願いしますえ結び大学は初なんですも、うん、あもう初めてですね結び大学であの結構、はい 結構は拝見させていただいてるんですけどありがとうございますしかしこの youtube から追放された私をこれに出して大丈夫なんですかねチャンネル自体が危険になるんじゃないかといういやでもあの今回急遽なんですけれども及川さん来られるということであの質問募集というのをねあそうなんですかはいあの実はあの視聴者の方にさせていただいたところあの及川さんが出るというのはもう非常に嬉しいという声をいただいてこれは嬉しいでもありがたいですねはい。 もう及川さんが出るというのは真の保守かそうじゃないかのリトマス試験紙だみたいな <laughs> <laughs> そんなあのご意見もありましたけど今日テーマとしてはですね旬な話題で、はい、あのつい先日ありました、うん、プーチン大統領のタッカー・カールソンインタビューについてですねこの出来事から見えてくるそのプーチンの信仰心を語るというのがテーマなんですけど、うんうん、これねすごく私も。 日本の考え方、歴史、信仰心を語るにおいて、すごく重大なテーマだと感じてましたので、今日はどんなお話をいただけるのか、はいはい、非常に楽しみにしております。はい もともとタッカー・カールソンという人は、はいえー、昨年の4月まではフォックスニュースの大人気キャスターで、はいまあ、アメリカでダントツの人気だったわけですよね。はい、でもその中でタッカーが発信していたあのニュースというのは実はプーチンの本当の目的はこうなんだということをずっと話していたわけです。はい、特に年の2月から えー、ロシアがウクライナに侵攻した、うん、もうアメリカのマスコミはみんなロシア批判に向、ねねはいやでもそんな中で、うん、タッカーの番組だけが全然違ってたんですよタッカー・カルソンはものすごいバッシングを受けてましたうもうアメリカ中で,、はい、でお前はロシアの,あの工作員かみたいな感じでね、はい、でもそのタッカーが、まあ、去年の4月に FOX ニュースを、えー、解雇されて、はい、で えー、それからですねご自身のチャンネルを X で始めたわけですね、はい、カオン X っていうのを始めて、そこでいろんな人を呼んでインタビューし始めた、ああああでえー、っと去年の8月ですか、はいえー、トランプさんを呼んで、あ,あそうなんですか、ね、これがあの X の動画で、ビューカウントが2億回。 2億回でこれはなんかアメリカのこれまでのメディア史上最高記録らしいんですけどですかでも多分あのこれがそれを塗り替えてますね記録をね、はい、これ3億もいってるのかな<ー>でその中でタッカーがプーチン大統領へのインタビューに申し込みをしてたんですね、はい、でもそれをですねあのバイデン政権が監視して<あ>あのタッカーがメッセンジャーアプリを使ってやり取りしてるのを監視してでその情報をニューヨーク・タイムズにリークして<ー>で でこんなことやろ,うしやろうとしてるんだというふうに、はい、まあ問題にしてで結果的にモスクワの大統領府が結局断ると、はい、というふうになって成立しなかったんですよだから要はバイデン政権が潰しにしたわけです、はい、しかしその後タッカーがまたあの交渉して、はい、で今回中央突破で実現したという,ということなんですね、はい、結構長いインタビューでしたけどもうん、うん、でも私も聞かせていただいて、うん、感じた印象としてですよ、うん あんなこう、ね、国家指導者がもし日本にいたらすごいなってなるだろうなと思いましたね日本にはいないまずあの知性と、うん、で長いインタビューなんですけども,、うん、ものすごく筋が通っているというか、うん、あ言いたいメッセージが一つ核としてあるなというのが通ってるなというのは思いましたけども、うんうんうん、その通りですよね。はい まさにあのその今言われた知性ね、はい、この人の知性の中心は2つあって、はいはい、歴史と法律なんですよね。なるほど、はい でもうこの人は歴史家ですよもうね歴史家だからカールソンがこうインタビューをし始めて、うん、まずちょっと待てと、うん、君はどんぐらい歴史に詳しいんだということで、うん、もう長々とそのロシアのどういった国の背景で成り立ってきたのかっていうのを語り始めるんですよね。うんうんうん、そこが、はい、まあこの人の中心的な思考の柱なんですよね、はい、歴史に基づいてと。でもう一つはやっぱ法律、はい、法律とか条約に基づいてっていうところで。うん、で今回でも 結構、あのいろんなアメリカ大統領との絡みの話とかしてましたけど、はい、だけど中身の本当の奥までは言わなかったですよね、そうですねそ守秘義務があるからですよ、はいはい、決してべらべらしゃべることはなく必ず法律に基づいたやり方をするっていうのはその辺がねこの人のやっぱり、うん、今言われた筋が通ってるっていうのはまさにそういういとこですね、はい、その中でも今回、特に注目したいのが、うん、あの後半部分ですよね。うんうんで そこでこのプーチンが侵攻について問われるところがあるんですけれどもそれまではそのウクライナの今のねこの現状に関してまあバックにこうアメリカがいてでもそのまあアメリカはじめあと NATO ですよねでそのいや西側諸国が動かされているのはもっとバックにいるものに動かされているだけであって大統領が別にトランプであろうがバイデンであろうが。 あのもっと背後で動いてる力があるということをはっきり明示して言ってるじゃないですか、うんうん、<laughs> じゃあその上で我々は何を守ろうとして戦っているのかっていうところでやっぱり歴史とロシアの侵攻っていうものが背後にあって最後すごく印象的なのがあのウクライナの、ね、兵隊と戦っている時に<ー>彼らは引き下がらないんだと、うん、ウクライナ兵がねはい、うん、まるでこう武士道家のようにね、うん、その最後まで命がけで戦うんだと、うんうん なんでそこまで戦うんだって聞いたらうん、うん、我々はそのロシア人の魂があるからだって、うん、<laughs> 言うんだっていうことをで締めてましたけどもうん、うん、じゃあその、ね、命を懸けさせるものって何なのかみたいなところがやっぱり信仰とつながってくるのかなと思うんですよね。なので今日はちょっとその部分を話題に挙げたいんですけど、はい、ここですよね。 はいちょっとご解説いただけますか、ねはい、タッカーがね、はい、イエスを持ち出してきたわけですよ、ですよねこんなね、国家元首を相手に、政治のインタビューでイエスの教えについて聞くなんて、見たことないんですけど、<laughs> あそうですかね、はい、あのギリスト教では特に非暴力の宗教ですと、でイエスはもう一方の方法を向けよと、はい、あの片一方の方法を打たれたらもう一方の方法を向けなさいっていうね、はい、これがイエスの代表的な教えですよ。つまり、うん 殺す流れれっっていうこれはもうユダヤ教教からのずっと教えですよもその,あ,のあなたがあのオーソドクシーっていう、はい、ロシア正教のクリ、うん、キリスト教徒としてこの教えに従う部分と、はい、政治指導者として戦わなきゃいけない時があるんです、うん、その時は人を殺さなきゃならない、はい、これをどう両立させてるんですかってね。はい これをどうバランス取ってるんですかって、こううい質問なんですすごい質問しまこれね、これ実はこの質問は、キリスト教神学の質問なんです、あそうなんですか。こんな質問してくるかなと思って、私もびっくりしたんだけど、私は実はね、大学院の時に、国際キリスト教大学っていう東京の三鷹にある大学で、キリスト教神学を専門としました、そこで修士の論文を書いたんですけど、その時にね、私が専門としてたのは、アメリカの神学者で、ラインフォルト・ニーバーっていう人がいるんですね。 でこの人はニューヨークの進学,学校の進、まあ、学者で,、はい、であの同時にホワ,ホワイトハウスの顧問だったんですよ、はい、つまり教会の牧師やりながら、うん、ホワイトハウスの大統領のアドバイザーだったんです、うん、特に外交政策とかにアドバイスしてる人なんです、はい、でなぜそれができるかっていうとこのニーバーの考え方っていうのはクリスチャンリアリズムっていうふうに言いまして、うん あのクリスチャンっていうとキリスト教の教えっていうのはこういうまさに非暴力の理想主義ですよ理想主義あのアイディアリスティック、はい、だけど現実はそうはいかないでしょ実際に<し>実際に攻めてきたらそれ現実はそうはいかないそれは現実主義つまりリアリズムだからアイディアリズムとリアリズムを両立したものっていうのをクリスチャンリアリズムっていう言い方をしたんですね、はい、このニーバーっていう人が、はい、でこのライホルト・ニーバーっていう神学者が実は アメリカのほとんどの政治家、はい、政治リーダーの尊敬を受けている人なんです、うん。あ、そうなんですか。あのほとんど大統領になった人で、自分が影響を受けたあの思想家は誰かというところニーバーの名前を挙げるんです。<ー>で私このライホトニーバーが好きで、はい、でその研究してたんですけど、まさにこれなんですよ。 なるほど。矛盾と戦わないといけないんですもんね。この、このこのキリスト教的な理想主義と現実主義をどう掛け合わせるか。これに対してのプーチンの答えは、はい、まあ実にシンプル。はい、それはとても簡単ですと。はい、自分自身と自分の家族、祖国を守るためですと。うんうん、守るためだったら、私たち、私は攻撃をしますと。はいはい、つまり、防御しますと。うんうん、だけど、自分からは攻撃しませんと。はい これをはっっきり言てんだからこれをウクライナに当てはめていっていて、うん、自分は自分からウクライナに侵略してったんじゃないんですと、はい、そうじゃなくて自分の家族が、うん、自分の同胞が殺されてるので、はい、ジェノサイドされてるので、うん、それを守りに行ってるんだと、はい、これはキリスト教のイエスの教えとは全く矛盾しない。 うん、だからそのあれですよ、ね、プーチンがこの時に言っていたこととしてはウクライナ戦争というのが去年か始まったってされているけども、うん、実はもっと前からだった んだよその通り始まってたんだと、うん、いうことを言ってましたよねそうだからこの始めたまああのロシアでは特別軍事作戦っていうふうに、はい、戦争というのい、うん、この特別軍事作戦の目的はその今おっしゃった2014年から始まっているドンバス戦争を終わらせるために始めたんだ、うんうん、はい、はい、戦争を始めたんじゃなくて終わらせようとしてるんだと、うんうん、でもその自分のまあイエスの教えに対する考え方、はい、これは この宗教全般については毎日教会に行ったり、えー、床に頭を打ちつけたりすることではないんですと、はい、心の中にあるもんですと、うん、だから、まあ、プーチンがの宗教観というかね、はい、あの信仰観は決してね、うん、なんか一定の宗教の教派の、はい かかか作法だっったりとと、はい、毎日こうしなさいとかってねそういうもんじゃないんだとそういうもんじゃなくて心の中で神とつながって神の教えを自分がどう体現するかっていうものであって、はいうん、自分はそれに基づいててロシアの大統領やってますってそうですねしかもここでドストエフスキーが出てくるとはっていう感じしましたけどね <laughs> <laughs> これはねまあまあ,あのロシア人にとってはドストエフスキーっていうのはやっぱり世界で最も有名な はい、小説家の一人であるし、うん、ドストスエフス,スキーの作品はすべて宗教ですよねなるほどすべて宗教のテーマになっているで、まあ、例えばあのドストエフスキーの「大神問館」っていう、はい、あのまあ小説があって、はいでまあ、現代の世界にイエスの生まれ変わりだっていうものが現れるわけですよ。うん だけどそれは用を惑わしているだけであって、はい、イエスの生まれ変わりが出てくるわけないので、うん、逮捕されて牢屋に入れられるわけですね、はい、で牢屋に入れられてでそれを裁くのが大尋問かはいはいで大尋問官が私はイエスだとか言ってるこのカルトを裁くわけですよ、うん、で,でその大尋問官がその牢屋に入っているイエスを名乗るイエスの生まれ変わりを名乗る者のところに行って「お前なんで出てきたんだ」と「うん、お前がイエスだって知ってると」うん 知ってるけど今出てきてもっちゃ困るんだと、はい、こういう話をするわけですよはい、はい、だから結局神の神の本当の姿っていうのは一般、うん、にはわからないけどしかし神っていうのはこういう形でええー、いろんな形でこの現代の実社会に、うん、時には現れて、はい、介入されるっていう、うん、そういうことをドセスキーが出してるわけですよねはい、はい、で、こういう小説を通してじゃないと なんていうか本当の信仰とかね神の崇高さっていうのは表せないので、はい、だから文字通りこり競技通りのルールに従った通り一辺倒のものではなくて、うん、心で感じるものなんだっていうことがね、うん、ここからちょっと表れてると思うんですけどで,す、ね、でもそのじゃあプーチンがその己の,この信仰心に基づいてじゃあ何と戦ってるのかっていうところが大事だと思うんですけども。うんうんうん ここでプーチンはその西洋社会はより現実的で実利主義だということをね言ってますよねロシア人はもっと永遠について道徳的価値観について考えてますてい、ね、はいあ,の、まあ西洋社会というかアメリカですよね、うん、アメリカのいわゆるプラグマティズムというやつですよはい、はい、だからあの、えー、と効果があるものが価値が高いもの、うんうん、効果があるかどうか,、はい、かすぐせけけけ結果が出るかどうかという非常にプラグマティックな私なんかも そういういアメリカの,あのアメリカの大学でちょっと勉強して社会人になって最初に入った会社がアメリカの会社だったんでああそういう教育を受けてきてるわけですよ、はい、すごくわかるんですよ、うん、まさにまあ結果主義という義極めて現実的な、はい、だけどロシアはそうじゃないんだと、うん、ロシアはロシア正教というキリスト教が中心の国なので,、はい、でそこにあるのは永遠なるものなんだと、うん、でその 神を崇拝することによって自分の心の中に持てる道徳観はい、これが中心なんだと、うんうん、そうです、ね。だから全然違いますよね。ね、でその後に出てくるね、これちょっと意味わかりにくいと思うんですけど、うんはい、黄金の十億人、ゴールデンビリオンっていう言葉を出しているじゃないですか。 これはちょっとねよく例えば陰謀論とかでも言われることだと思うんですけどうん、うん、ちょっとご解説をこれはねいやちょっと私もそん詳しくはないんだけど、はい、だけどまあここであの言ってるのは今世界人口が78億、はいうん、78億いてでその中でまあいわゆる西側諸国にいる人たちと、はい、そうじゃない人たちの,あの現実的な生活とはかなり違いますよね。うん、あの実際に 78億人の人口がいるうち、はい、実は国も家も何もない人難民がもう1億人突破してるわけですようん、うん、つまりこの地球上で78人に1人は難民なんですよはい、はい、国も家も何もないんですようん、うん、だから普通生きていかれないんですよ、はい、それが1億人もいるんですよねはい、はい、それが今の時代で,、ね、でもそのトップの10億人が、うんうん 水も電気も食料もごく普通に手に入るっていうそのその差を作ってるんだけどそれは別にね悪いものではないとその西洋的な現実主義が、はい、そういうあの安定した、うんえー、生産や科学で成功してるっていうそれを可能にしてるものはそれはそれでいいんだけどでもそれだけでいいのかとそれだけでよかったらうん、うん、単に人間の人生っていうのは、うん 何お金だけ儲けて何不自由ない生活をしてそれで人よりもちょっとばかり得をしてうん、うん、であの安定した生活をしたらそれで人間としていいのかと、はい、それが本当の人生なのかと、うん、それが本当の人間の幸福なのかと。うんうん というあたりを通ってるわけですよ、こ,すよね、この人は、えー。はいはい。結構本質に迫りますよね。でしょで、この後に、うんあの、タッカーがもう一つ、はい、キリスト教的な質問を突っ込んでるんですね。これ。はいはい、あ、これ、ね、これ,これはいはいはい。あの、今世界で起きていることを見渡して、超自然的なことが働いていると思いますか神が働いて人間にない力が働いていると思うことがありますかって。うんうんうん、そう、これもまたすごいこと聞きますね。すごいでしょ、これ。うん、はい。 超自然的スーパーナチュラルスーーパナチュラルなことってつまり人間を超えた神の存在が神の見手が働いてるのかとタッカーとしては感じますねっていうのを言わせたかったんだと思うんですそれを多分思ってたんだとそうしたらいいえって来たんですねノーと私はそう思う私はそう思わなで私の考えでは世界共同体の発展は固有の法則 固有の法則って言い方をしてるんですけど、うん、これはあるがままにって言う意味ですねはいあるがままに、うん、だから歴あのこの人を歴史家って言いましたけど、はい、歴史っていうのは神がコントロールしてない人間がコントロールしてるだからそ,のあるそれが法則なんだと、はい、でそこにあるのはある国家や国が台頭し強くなりうん、うん、なんかより人口もなんかお金も都民も多くなりうん、うん、そしてそれがいつの間にか国際舞台から去り 慣れ親しんだ地位を失うローマ帝国もそうだし、はい、ビザンチン帝国もそうだし、はい、そして今の帝国はアメリカもそうはいはい、はい、そはア,メアメリカのこと言ってるわけですよ,ですよ、ね、だからあの日はのまた上り繰り返すようにずっと続かないと、うん、ただその一度得たそのアメリカの全ての国を支配する立場っていうのを手放そうとしない連中がこの世の中を悪くしてるんだって言いたげ、ねうん、それはこの固有の法則に逆らってるだけなんです、うん はい,は,いはい、はい、はい、そこに神という存在がね。あのぐっと手を突っ込んで、うん、何か神の意志によって変えるっていうね。はい、そういう信仰感をプーチンは持ってないんですよね。ここが大きいなるほど。あのここはねタッカーカールソンとのね。違いだと思いました。うん、あー、なるほど、うん。タッカーはどっちかというと同じキリスト教でも。はい あのプロテスタントの聖公会の人で、はい、どっちかっていうと神が主体的に何か動く、うんはい、で,で神に動いてもらうためには祈る祈ることを推奨されてたんですよね、うん、そうでアメリカのクリスチャンって祈るの好きなんだこれが <laughs> と,にかくとにかく好きなんですよ祈るが、はいはい、祈りがものすごく好きでトランプさんが大統領選挙の時に、はい あのホワイトハウスで、はい、こうトランプさんがこうこう祈っててで周りに福音派の,あの牧師たちがばーっと集まって、はい、でみんなトランプさんの肩に手を置いて、はい、延々と祈ってるっていうのがあるんですけど <laughs> それの祈りの中身が大事じゃないですか、うん、それはどういった祈りなんですかここが要は祈りっていうのが自分の思う通りになってほしいだから神様お願いしますっていうねあ願望成就的な、うん、はい。 これは祈りじゃないんですようん、うん、これは単に死理死欲なんですよそうですよね死理死欲で神を動かしたいだけなんですよそのために <laughs> でも実際リアルな話その日本の神社でもこう手を合わせて願望成就的な祈り を投げてる方多いと思一部ものすごく熱心の方は国の癒やさかを祈ろうとか周りの人の幸せを祈ろうとしてますけどそういう点ではこの信仰心って何なのかって中身がね語られるべきかなと思うんです私はね自己中心的な祈りとそれからもっとあの公のためっていうね祈りと両方あっていいんじゃないかなと。っていうのはまだだ祈るけいいですよ今の日本人見てみてくださいよ。 神を信じててる人って一体何人っ何います私数えられるよ多分 <laughs> 今の1億数千人の中で <laughs> ここに何人もいますねえねえあ、そうそう <laughs> 十分数えられるぐらいしかいないんですよ、はい、だから今この日本っていうのは世界に冠たる無神論国家なんですよね、うん、そんな中であのもう私利私欲でも何でもいい でも神様っていう存在がいるってことを信じて神様助けてくださいっていう思いだけでも人間って謙虚になるし謙虚さとか道徳感っていうのを持てるしねまだいいと思うただプーチンはもっとそれを超えてるとこがありますよね。超えてていいるっうううのど要するにこれはこの法則っていうのが神なんですよ。 はい、だからこれはある意味で神の御心の心ままになるんもし太陽が今東から上がっていくんだったら神の見心のままにそれをいや一旦下がって一旦下がってくださいと <laughs> まだ上がるの早いですよってそうは願わない、うん、そんな人間の都合で自分の都合で神をコントロールしようとしない。はいうん はい、ちょっとね、ちょっとアメリカの,のキリスト教は、うん、まあ私がそんなこと言っちゃいけないかもしれないけど、はい、ちょっとやっぱりあの人間の主体性が強いのでできたら私の思い通りに神様お願いしますというところは、うん、<laughs> あります、ね、そういう国柄の違いもあるということなんです、ねうん、人によりますけどね人によるけど、うん、ちょっとそれがあるんだけどだからその,そのちょっと信仰感の違いみたいなのがこの,、うん、あのタッカーの質問とプーチンの答えの、はい。 なるほどねここはね聞き応えがあるじゃあそれでも今のこの,あの解像度で理解するってなかなか普通できないのですごい興味深い話そうこ,れこれねこれ何なんじゃこれこれ政治のインタビューだったのだろうかっていうぐらいね,そうですね私からしてみると、はい、これね進学論争必ずそうやって、うん リーダーダににはその背後に信仰があるわけじゃないですかうん、うん、で信仰もなく背骨もなく歴史もなくってなったらただただ流されるだけになってそれが今のこのグローバリズム社会にもう掘り出された時にただただその言われるがままに要はこっちが得だこっちが利益があるっていうのに流されてるだけだよねってゼレンスキーも結局ネオナチが自分の国にいるこいつらにほっとくと危ないなってこびたで NATO にこびたって、うん、<laughs> やってるだけじゃないのかっていうことうん、うん と言ってますよね、うん、そうですね、うん、でもそれがでもゼレンスキーだけじゃなくて、うん、じゃあ日本の政治家に当てはめてもく構造は一緒ですよね、はいうん、結局自分の信念だとか、うん、神への信仰だとかそんなもの全くなく、うん、もちろん歴史観もなく、はい、それよりもあるのはまああのこの与党自民党の中にいて。 その主流派である安倍派の中にいたら、うん、パーティー券さえ売ればいくらでもお金が入ってくるし <laughs> キックバックがあってそれは一切帳簿に出てこないので、はい、それは何にでも使えるっていうね、うん、それをあのどんどん使って地方選挙なんかやりたい放題っていうのがそこにはねこういうプーチンクラスだけじゃなくって、はい、日本の国会議員であったとしても、うん、地方議員であったとしても権力者じゃないですか。 はい、でリーダーなんですよね、うん、そのリーダーに倫理観や道徳観がなかったら何で動くかって、うん、金ですよ、うん、金と名誉だけですよ、うん、でその姿を我々今見てるわけですよ安倍派何人衆とかって言ってはい、はい、これ毎日毎日見せられてるんですよ、うん、でもこればっかり見てたら日本国民どうなるかっていうとみんな同じになるはい特に若い人やそういう大人をそういう政治家をずっと見てたら いつの間にか自分もそうなっていくんですよ、うん、そう思います、ね、これは国が滅びる、うんはい、滅びるプロセスにもあると思う、うん、だそんな中で、こんなプーチンさんのね、こういうインタビューをみんな見るべきだと思いや、思いましたね、本当に思いました。 このチャンネル自体はその日本をかっこよくっていうテーマでやってますので、うん、<laughs> いいテーマだなそれ <laughs> そ<う> <laughs> すごい,いテーマ <laughs> そうなのでやっぱりじゃあその、ね、プーチンがこれだけ語ってる歴史、うん、そして信仰心要はどういう背骨を持って腹を持って生きてるのかっていうのが、うん、日本に置き換えた時これだけの,この言葉と知性を持って語れる人が別に政治家とかそういう立場関係なくどれだけいるんだろうかって でも数少なくそうやってね戦っていらっしゃる方いらっしゃると思うんですよ。でもそういう大人の背中を見てまた次の世代は感化されるわけですし、うん、この日本の素晴らしい国柄っていうのね、もう本当知れば知るほどすごい財産を持ってるわけじゃないですか日本って。それをこう守っていこうっていう気持ちにさせられるわけね。私自身もあの今日ねあの 一緒にやってる『神社チャンネル』の『羽賀光』の,るの収録の後に僕もこうやってね撮らせていただいてますけどうん、うん、同じ師匠を持ってるんですよ。で師匠の名前北極老人っていってね実名はね出さずにやってるんですけどもうん、うん、あえてその僕たちの先生っていうのはね、うん、あの大学受験の先生をさじめはされていて。 でそこでいっぱいねこ政治の裏側を語っていただいたんですよ、うん、当時911テロとかがあって、うん、もうその起こったその日にあーこれは裏でいうそのグローバリストが動いてくるみたいなことを <laughs> そ,のその当時にそ時聞かせてもらっていて<ー>もうすごい全く新聞読んでもニュースを見ても出てないじゃないですか、うん,、うん、んでもっと聞かせてくださいとなって、うん、でそれが今あの 形を変えてねこういう活動にもつながってるわけなんですけども、うん、やっぱりそういうことをあの一般市民が語れるその民度の高さっていうのがもう日本の本来の力だと思うんですよねだからそういったものをやっぱり復活させたいという思いでこのチャンネルもさせていただいていいますのでうん、うん、すごく今日のねあのプーチンの,この解説で学ぶところが大きかったです。うん、このののプーチンの存在っていうのは あのアメリカのジョン・ミア・シャイマーっていうね、はい、保守系の,あのシカゴ大学の先生がいらっしゃるんですけど、はい、あのミア・シャイマーに言わせると今の世界のリーダーの中で、はい、歴史に残るのはプーチンだろうとあなるほど言ってますね、はあうん、でもそのプーチンっていうのをた,んただ単に何か征服欲の塊みたいなね、はいまだにね日本のマスコミはからアメリカのマスコミもウクライナを支援しなきゃいけないんだと、はい、なぜかというと あのウクライナほっといたらプーチンがウクライナ全土を支配して、うん、その後はヨーロッパ全土を支配するんだと平気で言ってるわけですよ。あでそれ聞いて一応聞いてましたよねタッカーがねプーチンさんあのウクライナ全部支配するんですかって <laughs> その後ヨーロッパ行くんですかって、うん、そんな気全くありませんと <laughs> 全く関心ありませんとでもこれが、はい、今の西側のなんか薄っぺらい見方なんですよね。うんはい でも本当の偉人っていうの,のの考え方っていうのをやっぱり見抜かないともったいないですねうんいやほんと聞き応えのあるあの、ね、最後にあの一回ねあの映像で YouTube でちょっと出てましたけどあのノルマンディ上陸作戦75周年式典の時、うん、にね当時オバアメリカはオバマ大統領なんですけどあのもうねみんな西欧諸国の大統領とか首脳陣はこうガムかみながらその。 原爆がが落ちる映像を見ながら、ね、広島のね、うん、落ちながらこう見ながらこう拍手してるみたいなうん、うん、その時にプーチンがこう、ね、多分カメラバーク全く意識してないところでこう静かにこう、ねうん、十字を切ってるっていうのが、ね、出てましたけどもなんかねあ,のあれはちょっとねあのお心動きましたよ、ねうんうん、本当はだからそういうあのプーチンの本当の姿っていうのをみんな知ってるはずなんだけど、うん、だけど あのいわゆるグローバリズムっていうそういうまあ一種の勢力がね、はい、あの善を悪にし悪を善にする、うん、神を悪魔にし悪魔を神にするっていうのを今やってるんですよだからそこはこういうチャンネルを通して見抜かなきゃいけないですね <laughs> そうですね <laughs> はい、はい、まあ、この結び大学っていうのはね、うん、結びっていうのも浸透用語ですからねそうですねそう、うん、だから そのまあ、当然善なるもの悪なるものっていうのはあるし、うん、それって心のの中に存在するものでもあるももであとだからやっぱり例えば身近に迫ってくるようなそういう損か得かみたいなものがねい,いろいろこう日常の選択肢で訪れるときにやっぱりあ自分に損する方は取りたくないな心地いい方に行きたいなと思うのは誰しも持っていることで、まあ、それがずーっと行き着けば行き着くほどまあ 権力の腐敗だとか組織のの腐敗ににながっってていいくよっていうのは誰しにもに訪れることじゃないですかだからその善と悪なるものをこう結び合わせて、うん、そこからよりいいものうん、うん、みんなのためになるものを生み出していこうっていうのがこう結びの思想なのでうん、うん、だからまあね最初はあの、ね、保守っていう言葉もありますけど別に保守とかリベラルも本来関係なくって <laughs> それらもこう結び合わせたところに本当のこう日本のね、うん、未来を願う。あの 気持ちがあるんじゃないかなと思いますのでそういうチャンネルとしてねまた今後もあの活動していきたいなと思います。はい、はい、ということで、えー、本日は及川さんまさかねあのこんな急きょ来ていただけるとは思いませんでしたが今はどんなふうに活動されてるんですかちなみに。 あの私は別に政治活動家ではないので <laughs> あの自分の,あの会社を持って、はい、会社経営をやっている実業家なんですよ。はい、であの自分の会社の経営をやりながら、うんまあ、その中でメディア事業として、はい、メディアの発信をしたりとかをしてましてで、まあ、海外もちょっとその一環でね、はい、行ったりとかしてましてあの活動はあくまでも何ていうかあのお金のためじゃないのであのどっちかっていうと。 自分の、自分で世の中のためにできることは何かやろうっていう。はいそ。それでやってる部分で。まあうん、普段は、あの、仕事してます。<laughs> なるほど。はい。はい。でもまたね、あの、関西お越しの時はお結びであげてい。はい。はい、ぜひまたね、たたよろしくお願いします。はい。ということで、今回は、及川幸久さんをお招きして、えー、プーチン、そしてタッカーカールソンのインタビューについてお届けをいたしました。どうもありがとうございました。日本をかっこよく,こよく。 結び大学でした。